前田穂南選手のパリオリンピック代表内定を広く市民に知ってもらい、応援する機運を高めようと、岡山市のスポーツ振興課が企画したものです。懸垂幕の高さはおよそ7メートルで、今日から今月28日まで岡山市役所に掲げられます。前田選手は代表選考レースの一つ、1月の大阪国際女子マラソンで19年ぶりに日本記録を更新。他の選考レースで前田選手の記録を上回る選手が出なかったため、パリオリンピックの代表に内定しました。明るいニュースだと思いますので、この喜びをですね、市民皆さんで共有し、市民皆さんで応援するムードを盛り上げていきたいと思っております。岡山市は今後も市ゆかりのパリオリンピック内定者が出れば懸垂幕を掲げたいとしています。